ソロアーシャ見てくださいましたか？さやさんとも隣の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 席ぐらいで見てました。見たよ、可愛かった。本当ありがとう。どうにかってなんかね、見かけほぼ隣。あ、でもお話ししました。さやしりほちゃんさんともたまたま、そう、私が一番端っこに座って、あかり、さやちゃんってみんなで見てたので。あの制服のみちめちゃんが好き。ほんと可愛いですよね、あの制服。刺繍がね綺麗なのよ。みちゅぴ、年重ねるたびに透明感増してる。うまっ。今日はメイクさんがメイクしてくださったので、ちょっといつもと違う顔が。わかる？お会いしたのは音楽番組ぶり。そう、広島の最新おちゃん、りほさんは。そうなんですよ。めっちゃハロウィンやん。ハロウィンまでまだ結構あるよね。でもなのにもうこんなゆるむハロウィンなんじゃね。ジェってのダメ常備してるの。してますよ。今もキャリー中入っとる。留学さんの今日は青かな。15プロで配信。今日かぼちゃのチーズケーキ食べた。え、セブンのやつ。私プリン食べました。アンナちゃんとみちの絡み好き。あー、ね、2人で写真はね撮れんかったんじゃけど、撮りたかったな。明日はお手柔らかによろしくお願いします。お、でも私今ねイコラブさんのなんか可愛さがすごくて感化されて、みんなのなんか曲中のキュンゼリフ。お、あ、配信してる。配信する？うん。あ、しましょう。え、まだ取り込むか。今44分。あげー。あ、めっちゃ気に入ってるじゃん。そうね。かわいい服。かわいいよ。うん。明日はイコラブモードかもしれん。え、ハロウィンになってんじゃん。ね、すごい。ハッピーハロウィン。ハッピーハッピー。座る？ここ。いや。うるさいから私。じゃあ行きます。明日みちと初対面。お、なんか前言ってくれてた。初めてみちの話から行きます。え、初めまして多くない？嬉しい。なんかお話し会がめっちゃ久しぶりな気分なんですよね。明日超久々にみちと話すから。お、名古屋から飛んできた。そう、福ちゃん今日名古屋だったから、ね、リアルツーショットもう数年ぶり。やばいやばい、どうしよう。明日会いに行くね。おお、でも服装悩んでる。水色ね。皆さん水色で来てくれるんですか？どう？明日は当日券もあるみたいだから今からでも。うん、当日券待ってます。昨日服買ってきた。楽しみ。押し増しできるから人多そう。ほんと、楽しみね。いつぶりだ？
すごすごこれトリックこれトリートバージョンもあるん。ありがとう。水色の服探したのに寒いから上着着そう。あー中が水色ってこと。明日頼んだものは間に合わなかったのでセプトティーでいきます。せっかく頼んでくれたのにありがとう。またいつか見せてください。うんうんうん、こんばんは。明日行けません、悲しい。うーん、また会いましょう。うんうん、キャスコンのブルー T シャツいいじゃん。ツーショット初めて。色が同じだったらシミラールックなんかな。ドレスコードあるから服装考える楽しみもあっていい。ほんと？こんばんは。うんうん、ありがとう。うん、どんなこと話したらいいでしょうか。最近あったこととか、なんで好きになってくれたんかとか話しましょう。福ちゃん配信始めた。最近女神様みたい。ほんとなんでだろう。ちょっと今日前髪がさ、ファサファサ。みちさんの水色はふわふわ、なんかキュート系かも。どちらかというと中からみたいに見える。え、色ついとるみたい。どこ、これこれ。前髪伸びた。うん、みちにすっぴん見せるの初めてだから緊張するなんでそんな初めてのお泊まりみたいな。すっぴん？ツーショット楽しみやな。水色割と私服では着なさそうだから。あーでも昔っていうか去年の冬とかは水色ハマっとったかも。水色以外はレンから排除されますか。ドレスコードってやっぱ難しいんかな。みつきポーズ思い出さないと。みつきポーズってなんやっけ。去年のみちゅの誕生日の水色好き。あああれも好きだったし、富士山の時に着とったさ水色の、あれ今年だ、今年かあれは。
去年も今年もなんか冬に水色、青水色着たくなる。水色と青色は違うかな。でも自分が水色だと思ったらいいんじゃない。小物だけもいいの。うん、え、富士山で来られる方とかおるかな。水色でドレスコード。水色ってどのくらいの薄さ。このくらい。私はこのぐらいの水色。服のボタンが水色とかでもあり、まあありなんじゃないですかね。靴だけでも大丈夫。靴は大丈夫やろ。ドレスコードっていうさ言葉を使ったけどさ、なんかちゃんとドレスコードがどのぐらいのあれなんか幅なんか私も分かってないので、水色のカラコンとかいいじゃん。富士山ってあの髪型のこと。そうそうそう。ちょうどね、考えてたのがカラーズぐらいの時だったけど、カラーズもドレスコード決まってたからね。なんか会場にお越しの時にドレスコード決まっとったら面白いんじゃないか。しかもレーンがあるからさ、なんか昔はさ、私金木犀が好きだからさ、あのまだ握手会の時、握手会時代にさ金木犀の香水をつけてきてくださる方が結構多くて、道のレーンは金木犀の匂いがするってなんか言われることとかあったりしたから、そんな感じでドレスコードが決まってたら、道のレーンめっちゃ水色やんみたいななったら面白いかなって思って。水色パーソナルカラー的にはあんま似合わない。みちゅぴいつからみちゅぴ呼び。でも いろんな水色あるよね。なんかくすみ系とかさ、パステルとか。そうそう。えへへティーでもいいの。いいじゃろ。今更で申し訳ないのですが、なぜ水色。なんかユミリンの卒業シングルだから、なんかお話し会の最初の日はユミリンにちなんで水色にしようかなみたいな。頑張ろう瀬戸内 T シャツ懐かしい。今日誕生日メール届きました。お、モンブランさんお誕生日おめでとう。おめでとうございます。ハッピーバースデーモンブラン。季節やん。え、秋生まれじゃけんモンブランなん。
めっちゃ初期の水色と白のボーダー T シャツ懐かしいですよね。ボーダー T めっちゃ様に着てくださってる方います。マミオに水色の靴下あるの知らなかった。ボーダーの探すか。お水色になりますか、青色ですか。まあ、自分が水色と思えばいいんじゃないですか。A さん、なんて言ったんじゃろ、こんな日みたいなさ作ったりするやん、どんな日っていうのを。でもなんかこのライブの感想が言いたいとかだったら、そのこんなことを話そうの日をさ別に忠実にしなくても話したりするじゃないですか。そんな感じでめちゃめちゃ重大に考えなくても大丈夫。ドレスコード、そしてイコラブさんのライブ見てさ、なんかショールームのカラオケで歌いたい歌がいっぱいあったから、またいっぱい聴いて歌おうと思います。ね、本当に楽しくて、もっと話したいんですけど、話す、今度話す。ごめんね遅くなって、今日も昨日も配信できなくてと言われてん。明日は久しぶり。それでは壇上を見ます。13位ふうさん、12位中地さん、11位石山真さん、10位かずのりさん、9位ジノラボさん、8位空白さん、7位ブルーさん、6位ズッキーさん、5位ショウさん、4位 JJ さん、3位カズ66さん、2位ヤスくんさん、そして1位はドゥルルルンジャジャン、ナンカンさんでした。ありがとう。ステラキナバ22位はドゥルルンジャジャン、アモズさんでした。 Thank you。 それでは皆さん、またお会いしましょう。明日も配信します。またね、ありがとうございました。来てくださる方待ってます明日。